ただいまからご出演者の方々に花束を贈呈し、そしてお一人ずつご挨拶を頂戴したいと思います。花束を渡していただきますのは、関東歌舞伎愛する会の会員の皆さんでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。ご準備よろしいでしょうか。それでは坂田藤十郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は暑い中本当にありがとうございます。役者はお客様がいらしてくださっての役者でございます。そして皆様と共に楽しい舞台を作り上げていきたいと思います。それがまた大阪の文化の発展にもつながると思います。難しいことを考えず皆様と楽しい空間を共有したいと思いますので、どうか ご講演のほどよろしくお願いいたします。片岡秀太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。拍手よ、拍手よ、片岡秀太郎でございます。今年はね、お正月に道頓堀だっけ、いただかなかった、すごく楽しかったです。ぜひぜひ、7月はと思っておりました。願いを叶えまして、参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして中村時蔵さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくよ。ありがとうございます。時蔵でございます。皆さん、ありがとうございます。今月は、本格的な復帰を大阪にされる、二左衛門のお兄さんの寺子屋の松尾で、養父の千代と、夜の部では、三遊亭園長の公演、怪談話です。豊島の篠、豊島をさせていただきます。千秋楽まで一生懸命務めますので、ぜひとも劇場の方にお場所をお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、中村勘弥さん、どうぞよろしくお願いいたします。中村勘弥でございます。今年初めての正式座の出演ということで、大変に、嬉しく思っております。私自身も楽しみにしております。この暑い中、本当に皆様来ていただきましてありがとうございます。たくさんの方が集まっていただきて大変嬉しく思っております。
今月は、久々に、弟の千尺と一緒に昼の部を踊らせていただいて、で夜の部では大阪でできたらいいなと言ってた沼津を父とやらせていただいて、ポスターではとんでもないじいさんの役で誰かなってよく言われる状態で映っておりますけども、でもその後に新座のお兄さんの奥方の役もやらせていただいて、大変にバラエティに富んだいろんな役をやらせていただいて、大変に楽しく思っております。嬉しく思っております。千秋楽までとにかく多くの人に誘っていただいて、皆様方はもちろん、たくさんの方に見ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして中村千秋さん、どうぞよろしくお願いいたします。出演させていただきます。大変喜んでおります。昼の部では今にも申しておりましたけれども、久しぶりに兄弟で夫婦をやらせていただきます。夜の部では父の妹、兄の娘、非常に不思議な関係でございますが、千秋楽まで精一杯務めます。見に来ていただいた方に、本当に面白かった、楽しかったと言っていただけるよう一生懸命務めますので、ぜひ劇場にいらしてください。今日はありがとうございます。続きまして中村橋之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、中村橋之助でございます。大好きなこの大阪、7月の松竹座に2年続けて、出演させていただきますこと、大変に嬉しく思っております。千秋楽まで一生懸命しております。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、片岡慎之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。でございます。この度は坂田藤次郎のおじさま、そして中村勘雀お兄さん、中村千尺お兄さんと一緒に夜の部で沼津、池添孫八をやらせていただきます。またこの度は本当に大変に光栄に思っております。大好きな大阪でこうやって、舞台に立てまつることは本当に感謝しております。また、おじの15代目が、華々しくこう復帰するのが、またこの大好きな、私も大好きな、みんな大好きな大阪で聞いてこと、本当にそれも一打できますということは本当に私嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、片岡高太郎さん、どうぞよろしくお願いいたします。片岡高太郎でございます。お昼の部、夜の部と一生懸命頑張っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、尾上菊之助さん、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。尾上菊之助でございます。2年ぶりに大阪に呼んでいただきました。二座右衛門のお兄さんの大阪の復帰の声で舞台にご一緒させていただくのは本当に嬉しい限りでございます。3日から27日までお誘い合わせの上、劇場にお越しください。よろしくお願いします。式典を終了させていただきます。どうぞ皆様、再度俳優の皆様方